まあこんにちは。いつも申し上げるんですけども、私2015年まで、赤字の麻雀店のねオーナーをしておりました。毎月毎月100万円以上の赤字が出るようなね、そんなお店を9年間やってきて、最初の3年間は無収入で借金返すだけで、最後の3年間は毎月100万円以上の借金を垂れ流すだけということで、真ん中の3年間だけですね、だいたい50万円ぐらいのまあなんかこう利益を私がこう税金だとかね、自分の所得として分配していたのは、でその時はねボーナスも出せていたんですよ。まあ本当に短い時間だったんですけども、一般のアルバイトさんには3万とか5万とかね、店長には10万とかって出してたんですよね。である時店長に30万渡して、お前の裁量で従業員にボーナスとして分配してやってくれみたいなこともあってね、そんな余裕をかましていた時もあったんですけども、その時はね月に1回ぐらいしか勤務しなかったんですよね。月に1回店に入るだけと。ただまあそんなことしてるからですね、余裕がある時にこそ次の手を打たないといけないのに、そんなことしてるからこそ、遊びほうけてるからこそ、私の店は傾いて、毎月100万以上の借金がいつの間にかどん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 出ていくってことになりました。1年でだから1000万以上の借金が積み上がるわけですから怖いですよね。まあ私もね、借金をしたことは慣れっこだったんですけども、さすがにね1000万超えたあたりから麻痺しましたね。借金1000万超えて、あとはねどこからどう借金するかみたいな感じで、だん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 高い金利のところから借りるようになってきたっていうのは、まあいつものパターンなんですけども、まあいつの間にかね2800万超えたあたりで、もうこれはまずいなと、なんとかしないとなと、で勝負に出たのがネットビジネスだったわけですけども、私ねネットビジネスをやりながらでもお店の出勤っていうのは欠かしたことないんですよ。だいたい店舗っていうのは16時間ぐらい勤務しなくてはならなかったんでね、それは時間ないですよね。時間ないんですけども、そのネットビジネスのいいところって、そのレバレッジが効くっていうことなんですよね。これに尽きると思うんですよ。というのが、一回インターネット上に発信したものが残るってことなんですよ。ですから100日連続でやると、それがね、100日分積み上がってるわけなんですよね。だから1日目にやったことと100日目にやったことを、そのトータル100日分のその体積がですね、私の後ろについてくるってことなんですよ。ただね、店舗の場合はそうはいかないんですよね。店舗の場合っていうのは1日営業して収入が得れました。でも次の日はレバレッジを生かして、昨日の営業日が1日あるから今日は休んでもいくらか入ってくるかなって、そのことなくて、常に例えば売上10万を作るためには同じような人材投入しなければなりませんし、同じような衛生管理とかね、コストアップをしなければなりませんね。その上で偶然という要素もあります。偶然お客さんが来るかどうかってことです。来なければ営業電話をかけて無理やり来させるみたいなこともありますけどね。という感じで店舗ってのは非常に不利ですよね。で、私ゾッとすることがあると思うんですけども、今みたいなね世の中の情勢になったら店舗ってむちゃくちゃ不利じゃないですか。で、今ね私が現在店を持ってたらどんな日々を送ってたかなってことなんですよ。確かに広島も大雪で1日だけ出勤も難しい、お客さんも来れないみたいな日があったんですよ、大雪で。まあその大雪っていうのは午後にはもう収まったんですけども、たったそれだけのことでですね、交通麻痺して広島市内、お客さん来れない、従業員の出勤もいつもだったらね10分20分で来れるところがやっぱね2時間かかったりとかねしたわけなんですよね。怖いですよね。まあそんなね妙なことが起きることも店舗っていうのはあるんですよね。で今まあ、こういう風な状態になったんですけども、やっぱり吉田さん16時間勤務した、その上に残りの8時間私は1日2時間3時間とかね、ネットビジネスの、まあ、アクションにねこう費やしたわけなんですよ。まあよくできたなと思いますよね。今でも多分できると思うんですけども思考停止って言葉があったじゃないですか。私は思考停止を意図的に作り出すことができて、例えばね何かをするときに疑いながらとか結果が出ないかもしれないみたいな恐怖に苛まれながらやるわけではないんですよ。ただ目の前のことをこなすのになんかハマると言いますかね、没頭すると言いますかね、本当にねサイトをこうやって構築しながらよだれが出てますからね、こうやって。でキーボードがよだれでこうベタベタになってたんですよ、いつも。でキー反応が悪くなるみたいなところでハッと目を我に返るみたいなことがあってですね、いや本当にそのぐらいこうやってやるわけですよ。でパソコンの画面にこう自分の顔が映るんですよね。なんか気持ち悪い顔映ってるわと思ったら俺かみたいなね、いやそんな日々だったんですよ。じっと見つめてる人がパソコンの画面にいるなと思ったら自分の目が映ってたとかね、そういうところでもうハッと我に返るみたいなことがあったんですけども、多分ねそのぐらい脳みそを切れてやるとなんかどっかにねたどり着けるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ですので今日の動画の結論として、億万長者ではなくてもネットで稼ぎたいと思う人にはねちょっと言いたいことがあるんですけども、それはですね情報の遮断なんですよ。もうなんかねその要するにメールボックスにいろんな情報が届くのをまた開けちゃうでしょ。で人からその LINE が来たりとか電話がかかってきたら出ちゃうわけじゃないですか。それも完全無視なんですよ。完全無視と言いますかね、本当にね事情を話してしばらく連絡しないでくれっていう勇気までいると思います。
で家族とかね、奥さんとか彼女とかいる人、子供さんがいる人、こういう人も込みでなんですけども、もうね事情を話してね、これからビジネスに本当に自分の、あの時間をぶち込むんで3ヶ月は縁を切らしてくれっていう風なね、これね何回か私のコンサルでもお話したことあると思うんですけども、あのそういうのぐらいだと言わないとダメですよ。で3ヶ月遮断して自分を磨きに磨いてですね、それから力がついて、それからも迎えに行けばいいと思うんですよ。でごめんねと、おかげさまでこういう風になったから、これからはどん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 恩返ししていくねってことで謝りに行けばいいと思うんですよ。ですからその辺のね、なんか思い切りの悪さもあるんではないかなと思うんですよね。で私の発想っていうのは結局こういう風にね、全然こう、もう常識じゃ考えられないところに来てるんじゃないかなと思うんですよ。3ヶ月とか半年とか、あなたは家族と縁を切ってくださいっていうわけですよ。私のその合宿とか来るとでしょ、で縁切れないですよね。で縁切れなかったら、まあその家族と楽しく過ごしてくださいって話になるんですよね。だこれはね、やっぱりそれができた人っていうのはちょっといないですね、今のところね。ただそのぐらいやらないと人生が変えられないところまで落ち込んでるんだったら、それやらないといけないですよね。それこそ仕事とビジネスの両立ができるぐらい、まだ傷が浅い方ならいいですよ。傷が浅くて精神力が強い方ならできると思いますけども、傷は深い、精神力は弱い、いやこれではね、ビジネス以外のことも成り立たないですよ。それは今やってる仕事も中途半端で終わるんじゃないですか、というよりも中途半端だからこそ困ってるんじゃないですかね。これはね、卵が先か鶏が先かみたいな感じになりますけども、そこまで状況が悪くなるまでほっとく人ってのは、もう対処できないんじゃないかなっていうところもあるんですよね。だからネットビジネスに夢を持っちゃうんでしょうね。でもネットビジネスは夢じゃないんですよ。超リアルですからね。もうネットビジネスのバブルの時代はとっくに終わってますから、あとは自分のそのままのね、能力が結果に反映するかどうかですから、やっぱりネットビジネスをしっかりやるとね、多分リアルビジネスもすごく順調にいくと思います、ネットビジネスっていうのはつまりリアルと今イコールなわけなんですよ。あんまり変わんないです、積み上がっていく、その何ですか、レバレッジってものだけがまだまだありますけどね、ですから毎日店舗とか会社に出勤するのか、毎日 YouTube に出勤するのかね、こう言うと分かりやすいでしょ。私は毎日 YouTube に出勤します。いってらっしゃい。